皆さんのお客様にご来場いただきましたので早速皆さんからついにこうやってお客様に見ていただく時間になりましたので今のお気持ちも踏まえましてご挨拶をいただきますまずはじめに康介役の鈴木亮平さんですありがとうございます本日お集まりいただきまして本当にありがとうございます映画「エゴイスト」で斎藤康介役を演じました鈴木亮平ですえー もういろんな意味で非常に美しい映画ができましたドキュメンタリータッチなんですけれども,もう本当にすべての場面色もすべてが美しくて僕たちこの2人の,あの一緒にいる空間に皆さんもこの空間にずっと一緒にいたいなと思うような映画になっておい,います本日は楽しんでいってくださいよろししくお願いしますありがとうございます 続きましてリュウタを演じられました宮沢秀夫さんです、えー、皆さんこんばんは、えー、中村リュウタを演じました宮沢秀夫です、えー、この作品を撮ったのが一昨年の夏頃だったんですけどもようやくこうやって皆さんに見てね見てもらえるっていうことで今日の日をとても楽しみにしていました両、えー、平さんもおっしゃっていたようにとにかくこの作品は美しくて、えー、心に ぐっとこう来る作品なので、えー、ねぜひ一人でも多くの人に見ていただい見ていただきたいんですけども、えー、今日は短い時間ですけども、えー、楽しい時間を過ごせたらいいなというふうに思っておりますよろしくお願いしますありがとうございます続きましてリュタの母大江戸を演じられました阿川佐和子さんですどうもこんばんはようこそおいでくださいました えー、中村妙子竜太、えー、の母親役を演じましたなぜか私だけものすごくちっちゃいんで子役だと思われて顔見りゃ違いますけどね、えー、演じました阿川佐和子でございますあの本当にやっとここに来たっていう感じがしてでなんで引き受けたのあんたっていうふうに周りで言われてるんですけれどもまあ引き受けるまではあのこの役を やらせていただくまではすごく不安とか心配とかたくさんあったんですけれども現場に入ってから今に至るまでなんて私は人生でこんなに素晴らしい時間を過ごせたのかなっていう気持ちでいっぱいです。こういう演出とかこういうあの優しい素敵なプロの演技の素晴らしい人たちにお会いできたことだけではなくできた映画が 本当に美しいっておっしゃいましたけれども優しさにあふれているとそんなにゴージャスばっかりじゃないんだけれども優しさがキラ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 光っている映画だというふうに私は思っています皆さんがそういうこの映画の優しさを感じ取っていただければそれだけで十分ですがどうぞお楽しみいただければ幸いでございますよろしくお願いしますありがとうございます。 続きましてコウス介の友人たけしを演じられましたドリアン・ロロ・ブリジーダさんです。 皆様ごきげんよう、えぇ、ー、りさん演じるコースケの、えー、親友、たけしを演じさせていただきました。ドラッグクイーンのドリアン・ロロブリジーだと申します。えー、もう何のこっちゃわかんないと思うんですけれども <laughs>、え私本編ではですね、えこういったあの、姿ではなくて、すっぴんで、え出演させていただいております。どうぞね、この後の本編でぜひ私を探してみてくださいます。<laughs> うん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 そしてこの映画の監督を務められました松永大志監督です。えー、皆さんえっと本日はお忙しい中、えー、来ていただき本当にありがとうございます監督の松永です。えー、あの本当に素晴らしいキャストと、えー、スタッフと共に作り上げた作品になります。えー、あと一ヶ月約1ヶ月後に公開なんですけども今日見てくれたまずはお客様の心に届いて。 その方たちがいろんな方に映画を広めてもらえたらなと思います。えー、今日はぜひ映画を楽しんでください。今日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。では、スチールカメラマンの皆さん、ここからフラッシュなしに切り替えてください。いや、松永監督。 ついにこうやってもう公開までね日にちも迫ってまいりましたけど改めてこういったキャストの皆さんとご一緒に立たれてどんな気持ちですかいやまあでも、あくが強いですよねだいぶだいぶキャラが立ってる人たちがあとでかいですよねか監督もでかいですもんねで,でかいよね <laughs> ただなんか久しぶりにこうやってみんなと顔を合わせて改めて本当にいいチームで。 映画を作れたなとというのと、まあ、この映画はあの昨年の東京国際で、まあ、お披露目して、まあ、いろんな方に見てもらっていてで、まあ、そ,のその後また、えー、と3月ですけどもそのアジアフィルムアワードというので両陛下を含めてコスチュームデザインも、まあ、ノミネートされたことがあの本当に本当に嬉しくてなんかそれがあのなぜ選ばれたのかっていうことも。 あの映画を見てもらえたらわかると思うんです本当に。はい。そうなんですよね。今松永監督がお話しした通り、あのアジアのねアカデミー賞と言われているアジアフィルマードで主演男優賞、女演男優賞、そして一生デザイン賞ノミネートということでおめでとうございます。ありがとうございます。いやこれはでもね、鈴木さんや宮沢さんもよろしかっ嬉しかったんじゃないですか。いやそうですね。まさかあのそんな大きな賞でノミネートをしていただけるとは思ってなかったの。 ね、いや本当に嬉しかったですね。しかも二人揃って、ね、はい、これいつわかるんですか？結果？うん。結果は3月12日です。うん、おお、ドキドキ。そうですね。<laughs> <laughs> そうですよね。ちょっと私たちも楽しみにしております。改めておめでとうございます。ありがとうございます。あもうねあのー、見て感無量で。 また原作を読んでまた感無量になってしまったんですけどいろいろとお話を伺ってまいりたいと思います。ままず鈴木良平さんに伺いたいいたと思います、はい、あの今回の役、まあ、出演決め手になった一番の理由って何だったんででしょうかそうかそすねまずあの原作がとにかく素晴らしくて一番の理由はその原作を書かれた高山誠さんとその劇中の康介が、まあ、おこがましいんですけどちょっと自分に似てるなと思ったんですよね。 作者のの方との共通点もあったりしてなんかこれは自分がやるべきご縁じゃないかなって少し思ったりしてそうですねそこがまず決め手でそれからその書かれている小説が非常にこう自分を客観的に見ている自分の心情とかなぜ自分が。 こういうことをするんだろうみたいなことを事細かに書かれてらっしゃるじゃないですかそれが映画になった時心の声というのを使えない映画になった時にどういうものになるんだろうということが非常に興味があ好奇心がありましたね例えばその最初でうんあまああんまり見る前ですもんね言わないでおこうあんまり言っちゃだめよ <laughs> そうですね<ー>はい おっっしゃった通りその心の声がないからこそもうね私たちもこのドキュメンタリータッチなので手持ちカメラのせいでさらにこうすっごい見るっていうね作品でもございましたけど宮沢さんも実はすぐに出演決められたというふうに伺いましたがはい、はいえー、実はま数年前に一度、えー、エゴイストのお話をいただいて、えー、その時に台本といろいろ原作読んだ時になんて美しい 物語なんだろうと思ってでもし自分がこの作品に関わることによって一人でも多くの人にこの作品が届くのであればもう絶対出たいっていうもうその瞬間にやりたいですって言っていたんですけどもその時は映画化というか作品にはならなくてちょっとそっから2年とか3年くらい経って改めてまた「エゴイスト」という作品を今度映画化するんだけどどうですかっていう時に。 すごく運命的なものを感じて、やっと皆さんに見ていただけるものに参加できるんだと思ったので、はい、なんかすごく僕は、この作品に対する思い入れというか、えー、たくさんありますね。うん、じゃあ、今日ここに立ってるのも、ちょっと感慨深いですか。いや、本当に、なんか、本当なのかなっていう、うん、なんか夢のような今瞬間です。はい 素敵なんですこのお二人がまたそして阿川佐和子さんが今回、はい、その宮沢さんのお母さん役でこれはでも監督がもう本当に熱烈オファーだったんですよねはいはいそうですあの素敵な方であろうと思ってこう、ね、オファーさせてもらいましたそこを、ね、阿川さんはいかがだったんですかいやまあ私は 演技をする仕事が本業ではないしって、じゃあ何が本業なんだお前はって言われるとよくわかんないくらいいろんなことやってんですけれども、あの、経験もすごく少ないのに、今回監督、そしてプロデューサーの明石さんからお話をいただいて、ちょっとお会いしてお話をしてみようと思って初めて、えー、面会した時に、 監督がかっこいいし、赤 <laughs> 石さんもすごいなんかセンス良さそうな素敵な人だから、あ、私だって仕事するときってやっぱ一緒にする人がどんなに魅力的って見た目じゃなくてね、こう、あ、この人と一緒に仕事したら面白そうだなっていうふうに思うと、つい、つい乗るっていうか、つい、つい自分のことを忘れて乗っちゃう。で、乗って、 で、まだイエスとも言ってないのに、髪伸ばした方がいいですかねなんて聞いてて、やる気満々じゃんっていうのが相手にバレているという状態で、引き受けて、え間もなく後悔したのは、監督のことをその後調べたら、離れ塀を作っていらして、その時の吉田洋さんのお話を私は伺ってて、ものすっごく厳しい監督ですって伺ってたんです。だから、そんな監督は辛いだろうなって思ったら、その人だったっていうことがわかって、 しまったと思ったんですけれども今回現場に出てドキドキしながらあのこのスタッフと一緒にやった時の鮮度の高さっていうかこうやってものを作っていくのかこうやって演者の心を開いたり向けたりの発声をさせたりするっていうこの監督の演出の仕方一つ一つが面白くって自分が役に立ってるかどうかよくわからないままに 本当に面白く過ごしました。はい。それが本当に一つの部屋の中での展開のところでね、私たちがまた胸打つところがたくさんあるんでございますけれどもね、ぜひ楽しみにしてください。さあ、そしてドリアンさん、映画初出演なんですよね。はい、そうなんです,ですあ。ありがとうございます。ありがとうございます。 えー、私はですね、こちらのエゴイストの原作の作者である高山誠さん、えー、この方と信仰がございまして、特にあの彼は2020年の秋に亡くなっているんですけれども、その亡くなるまでの3年間ほどはですね、非常に濃密な、 えー、時間を過ごさせていただきました。で、こちらの、えー、エゴイストという原作が発売されたのは、さらにそのずっと前なんですけれども、えー、その時からですね、私はこの作品を読んであ、素敵な作品だなというものを、あの、ずっと、あの、抱いていたんですね。で、ある日、あの、ご連絡をいただいて、まあ、あの、こちらの作品が映画化されるというお話を伺って、私も、もう、ヒヨさんと同じようにですね、もう、返す刀で出ます絶対出ますっていうふうに申し上げて、 まああの彼の作品があのこういった形で映画化になってそして、また本当にこういった素晴らしいあのキャストの方スタッフの方の手によって素晴らしい作品になるということのです、ね、お手伝いがちょっとでもできるということがあのとても嬉しかったしあのすごく光栄でしたそれは鈴木亮平さんも嬉しいですねそういうふうにこう、ね、おっしゃっているところで一緒に共演したりというのは。はい、そううですねドリアンさんとはもう それ以来結構長い付き合いになりまして初めに高山さんの原作者の方のこうどういう人となりだったかというのをこうお伺いするようなこうヒアリングの会を開いていただいたときにもう初めてお会いしたのがまさにドリアンさんでそれ以来、もうここのた場所に一緒に立てているのが感動的ですねまあ私があの場違いだって皆さんお思いになっているのは私十分承知なんですけれどもあのズうしくいさせていただきたいい それはでも、ね、本当に逆に、ね、お友達たちにとっては素晴らしいことですもんねと思っております、ね、そしてこの作品原作を松永大志監督が作ろうと思われた「まあ、ピューピュっていう作品でも、ね、本当にこういろんなこう取り組みをされていた中でのこのエゴイストだと思うんですけれどもどんなところに特にこう惹かれて作ろうと思われたんですか。そうですねあの、まあ、原作を読ませていただいたただにあの 阿川さんが演じる太子さんがえっとまあ浩介演じるあ、まあ、良平演じる浩介に、まあ、愛のあり方みたいなことをねあの話す時があるんですけどもそのセリフがですね周りがいろんなことを言うんだけどもその当人たちがどう思ってるかってことが一番大事だなっていうすごくすごくなんか当たり前のことを ちゃんと書いてくれているなと思って、その大切な言葉っていうのを自分は映画にしてみたいなっていう思いはすごくありました。それが本当に決め手でしたね。映画にしたいっていう。はい そして、ね、当事者の方々も出られてるっていうのもすごいことだ、素晴らしいことだって思ったんですけど、ちょっと鈴木亮平さんにもお伺いしようかなと思ってるんですが、はい、あの役作りについてなんですけど、今回の撮影の段階で、LGBTQ+, インクルーシブディレクターの方ですとか、あと、インティマシーコレオグラファーの方、ゲ、ま、イ、あ、である当事者の方々が現場に いらっっしゃっていろいろとアドバイスを受けたりとか、はい、いろいろ助けをね助けられたっていうふうにお話を伺ったんですけれどもそうですねあのまあこのお二方がなければこの映画は絶対できなかっただろうなと思うくらい僕らが頼りにしていた方々であのまあ二人とも何をやっている人かといえばまずその芸であることの描写がリアルであるかどうかというところを チェックしてくれて。で、かつ、その、そこから出てきた表現がリアルであるかとしても、作品になった時に、世間に与える影響がどうか。例えば、差別とか偏見とか、ステレオタイプのようなものを助長しないかどうかっていうところをチェックしながら、もう、マイカットマイカット、特にインクルーシブディレクターの宮田さんは常にモニターをチェックして、それで言うと、あの、脚本の段階からですね、この描き方はどうかとか。 あとは、それこそ先ほど言ったあの、ドリアンさんと先ほどお会いし、あの、話しした、初めてお会いしたような座談会のようなものを何回も開いてくださって、当事者の方々集めていただいて、もう、本当に無知だった自分に一から勉強させてくれたというような、もうすべて、宣伝内容の文言一つまですべて関わってくださっている方々で、でも先ほどその原作を読んで、これ、 縁を感じて出たいなとは思ったんですが、は果たしてこれ自分がやることがいいんだろうかと。あの、まあ、正しい、正しくないってないと思うんですけど、きちんとしたクリア映画として成立させられるんだろうかというふうな思ったときに、やっぱ彼らがいてくれること、それからキャスティングとして、親友の 役の人たちをドリアンさんはじめ皆さんが芸の方々をキャスティングしてくれるという話を聞いてあそ,そこで初めてこの映画をちょっとトライしてみようという,こう気になった彼らのおかげですねそれは宮崎さんにとっても心強いことだったんですよね。そうですね僕は本当に、えーうん、やっぱり 自分がこう発した言葉とか行動が正しいのかどうかっていう判断は僕たちにはもちろんできなくてそこをこういろいろ指導してくれることによって逆に僕たちはどんどん自由に思ったようにやってここはもうちょっとこうした方がいいよっていうアドバイスをいただけるので本当にいらっしゃることによって僕たちはどん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 自由にお芝居ができたので本当にたくさん助けられました。そして この2人のこの関係をずっと見ていたいと思うくらいに愛おしかったんですけどお二人は共演してどうでしたかどえでも不思議なものでえっと現場にいる時は良平さんっていう感じではなくてそこに康介さんが常にいたんですよ。それは支度している時ももお昼休憩の時も常に 僕は中村隆太という人物でそこにいて康介さんとしていてだから、もうその関係性というか信頼関係ができていたのでもちろん亮平さんに助けていただいたところもたくさんあるんですけども僕は康介さんに救われたし引っ張ってもらったっていう感覚の方がももしししかかたら強いいれないですね。うの松永さんの今回の映画にの演出法が結構特殊で。 あの、台本にないことも喋ってもいいし,し、喋らなくてもいいし、結構自由というか、こういう気持ちで、ここに向かってくれれば、あなたなりの、公式なりのやり方で、相手に、お母さんにお金を渡してください。お母さん受け取らないでください。受け取りたいと思うまで。というような演出だったので、こう、ある程度ね、その人でいないと、 常に朝来た時から対応できないですよねそれぐらい監督はあそこは大変だったね大変でしたね <laughs> 全然受け取ってくれないんですもんそだすみません映画見てない人で何のこっちかわからないことですよねこれかっていうくらい長いですからね大変だったよね、だからそのどうやったら受け取ってもらえるんだろうでも,もう自分の気持ちをもう伝える伝えるのもあれだし伝えるしかないかってそういうことをこう。 わーってなるためにはやっぱりある程度ねこのお互いがお互いを俳優として見ないというか竜太は竜、い、太だしコウスケはコウスケとして見ているっていう関係が多分求められたし、うん、必要だったので最近です僕ひよ君をひよ君として見れるようになったのはだったもんそうですね、うん、でコウス介さんだったのでね<え>、うん だけどさっきチラッと聞いたんです私、すごい印象に残っているシーンがあって冒頭の辺りの,あの2人の関係性がシュッと変わるところの浩介さんの表情があるんですよ。あそこってなんか宮沢さんが監督からちょっとある演出をされたんですよね予告の中にもあるんですけども歩道橋で先に浩介さんが歩いていて僕が後ろから浩介さんって言って振り返ったところをチュッっていう、まあ、キスをするシーンがあるんですけども。 あれもまあ何回かテイクを重ねていて毎回「ス介さん」って言っていたんですけどもなんか4テイク目か5テイク目くらいの時に監督が「コウス介さんじゃなくて良平さんって言って」って言って「あっ分かりました」って言ってね本番でわーって登っていって「良平さん」って言ってちょっとこう良平さんのまあ驚いたというか何回もテイク重ねてるとうん慣れてきちゃうというかそこを多分監督が。 新鮮な新しい反応を求めてことだったと思うんですけどもそういうね指示を出してくれる監督ってあんまりいないので僕は驚いたんですけどもでもそれもあってそのテイクまでになかった新しい康介さんの表情が見れたと思います、ね、それはびっくりしましたよね鈴木さんもそうですねあの後半になるとそういうこと多いんでだんだん慣れてきましたけどそれも <laughs> あとサプライズが多いですよねあの普通に 待ち時間、ぼーっとしてたりしてあれ、なんか静かなな、ずっとと思ってパッと見たら、ここにカメラがあって撮られてたりとか、はい後から聞くとなんかスタッフ間だけで、まさ、あ、っていう合図を決めてたっていうのを聞いてそういう自然なところを捉えていくっていうのが、はい、そういう面白い演出でしたね。ねうん、だからカメラのの前にに本当にそのドリアン含めて阿川さん含めめててさん親友役の 子たちも含めてその自分であるまあその演じるっていうことはあるんですけど自分であるってことを思ってる方たちがどうやったら僕が引き出せるかっていうことにおいては非常にスタッフと考えながら映画を撮ってったと思いますだから本当に、まあ、ドリアンとかは、ね、芝居をね映画初出演だと思えないぐらい素晴らしいんですよなんですって <laughs> これでもさすがに どのどういうの人かってちょっとヒントがあった方がお客様探しやすいんじゃないかと思ったんですけど。そう、ね、ああ、ボーです。でね、ようべるんです。うん。なのですぐ見つけていただけるかと思います。<laughs> ドリアンさんの,のそのね、コウスケさんたちのみんなのあの飲み会の場が楽しくて楽しくて。い,いです。あの、まあ、僕今回の作品ってほとんどがワンシーンワンカットって言ってそのカットかけずに一回用意したとやったらずっとそのシーンを撮るんですけど。 あの、まあ最初の居酒屋のシーンがあるんですけど、一回やると25分ぐらい ?20 分から7分ぐらいそうですよ。それずっと喋ってるの、まあ4、5回やるんですけど。カットかかるまで20分以上ですよ。本当に。でも本当に楽しくて、スタッフ、誰も飽きずに、ずっと見てられるっていうぐらい、まあひどい話ずっとしてるんですよ。本当に。基本、下ネタなんですけどね。 <laughs> しかもだって他の皆さんもだから映画初出演ってことですもんねもちろんお芝居されてるけお芝居の経験がない方がまあ大半だったのでただ、そこはもう本当にあの松永監督の,その技法というか手腕とあとはもうあの先ほどもおっしゃられてたんですけれどもが、まあ、浩介、龍太として本当にその場に1人の芸としていていただけたおかげで、まあ、私たちもあの変に気負わずにあの普段新宿2丁目で、ね、繰り広げているような情景をそのカメラの前でも繰り広げられたというところがすごく大きかったですね。 すすすぐそこで、ね、すぐそそここででね目と鼻の先で。<ー><ー>ですからね聖地も行きますよ聖地巡礼的に。ね、<laughs> いやそしてね阿川さんと先ほどの、ね、お話の中で本当に長回しの中でねこうおしゃべりするのも、ね、大変だったかと思いますけれども阿川さんはどんなな思い出になりましたかえ私は基本的に、えー、私が住んでいる狭いアパートでのシーンが多くて。で そこに大きないい男が二人も来るっていう、これをどうすりゃいいんだっていう、私はほとんどすっぴんみたいな顔してて、なんかこう、モニターに映る映像を見てたら、あの <laughs>、いつもうちで、 すっぴんで台所でご飯作っててピンポンってなったから「はい」って言ったらこの二人入ってきたっていうそ,そのままの延長のシーンを撮られてるのかしらって思うくらい恥ずかしいやらどうしようかしらっていう感じだったんですけれどもでもやっぱりこここの場所を拠点にして私が息子やあの、えー、康介さんと喋ったりお迎えしたりするっていうことが。 さっきもあの鈴木さんがおっしゃったけれども台本はもちろんありますでも台本のこのシーンの大体の枠を分かっていれば少々言葉尻とか言う順番とかいうのが変わっても全く監督はそういうことは起こらないだからその私はとにかくどういう気持ちで妙子としてこの息子やそれから康介さんを。 こう、おせ、接待するかっていう、本当にそういう気持ちで動き回って、あ、麦茶出さなきゃとか、あ、やだ、コップどこに入れたかしらとかなとかいう、この、おばさんに本当に徹することができたのは、これが、これで太鼓でいいのかどうかっていうのはわからないけれども、その、お金のやり取りの時もそうですけれども、私が、いえ、いえ、受け取れませんって言うと、さっきやったセリフと違うものが、康介さんから返ってくるんですよ。 え、違うじゃんって思うんだけど、それはそれで今度私が体の中に消化して、それに対してどういう気持ちになるかっていうことを考えながらやるっていう。最終的に次のシーンに行った時に、誤へい、なんか、誤差が出ないようにっていうことだけを考えて、まあ多分監督がちゃんとチェックしてくださってるけど、だそのやり方は、本当に、セリフより気持ち、それを本当に心の底から、 太古にならないとできないぞお前っていうことを突きつけられてるなっていうふうに思いました全部できてたわけじゃないけどでもこの経験は本当に面白かったですね面白いってってるだけど本当に素晴らしいんですよ素晴らしくて阿川さんに対しての演出は本当に少ししかなくて時々えっと良平のことをですね康介じゃなくて鈴木良平として見ちゃってる時あるんですよ <laughs> あの息子の 好きな人だったっていうことじゃなくて康介じゃなくて鈴木亮平として見てる目がある時があってその時だけ「阿川さん今阿川さんが鈴木亮平と」いい <laughs> 上半身脱いだりしたらやっぱりいくらお母さんだってやんだ。やだ素敵って普通思うじゃないってその時だけはダメですって言って、はい、NG 出させてもらいました。それが本当一切ないです 確かにでもね台本だけじゃないところの余白もそういう演技っていうとなかなかそこ難しいですよね振り切るのね <laughs> さあそしてあっという間にお時間になってしまいましたのでこれからまた上演になりますので今回は代表して鈴木亮平さんと宮沢ひおさんから一言ずつメッセージをいただければと思います <laughs> じゃあ宮沢さんからお願いしますはい、えー、この作品の中には本当に日常の、えー、些細な幸せがたくさん詰まっていて、えー、僕がこの作品を見た時に えー、すごく心から温かいものを感じて、えー、なんて幸せな気持ちなんだろうというふうに思いました、えーまあ、この作品を通してまた改めて愛とは何なのか、えー、愛とは一体果たしてエゴなのかとかたぶんたくさん考えるきっかけがあると思います、えー、2月10日に公開なので、えー、ぜひ、えー、一人でも多くの人に見ていただきたいので、えー、どうぞエゴイストをよろしくお願いします ありがとうございます。では、鈴木さん、よろしくお願いします。えー、改めて今日はお話をごいただいてありがとうございますあの。本当に僕にとって非常に大切な作品ですあの。いろんなことがありました、出来上がるまでに。うんこの映画、まあ、これはネタバレにはならないと思うんですが、最初にエゴイストというタイトルが出て、 最後にエゴイストというタイトルで終わります。その時にここ自分の中で最初に今感じてられているエゴイストという言葉への印象と最後にその言葉が出た時の印象が少し変わっていればこの映画が皆さんに何かしらの影響を与えられたかなと思います。えー、この映画を見てくださって何かを感じたらぜひ周りの方々にと話し合っていただいたりとかあの今はですね SNS ありますので 僕たち見てますエゴイストだけに、英語をサーチうまいこと言って。<laughs> いやでも、この映画、本当に皆さんどう思われてるかなって、僕たちすごい気になっていて、あの普段あんまりやらないんですけど、あのちょくちょく、スタッフはもちろん、僕ら見てますので。 僕だけじゃないと思うんですけれどもあの、ぜひ書き込んでいただいて、いいことだけじゃなくていいです。例えば、セクシュアリティの描き方なんかに関して、この描き方どうなんだろうと、日本映画ってもっといけるんじゃないのかっていうことがあれば、どんどん書き込んでいただいていい構わないですしそ、それもまた僕たちの原動力にしてあの、我々の業界も前に進めるきっかけになりますので、の何でもぜひ書き込んでいただいて、あの感想を教えてください。すみまません長々と話しましたがこれから 映画エゴイスト始まりますので、存分に楽しんでいってください。本当に美しい映画です。今日はありがとうございました。ありがとうございました。